単語帳ってつまんないじゃないですか。やっぱ単調なものが多いわけですよ。小説と同じだって言ってますね。間延びしてずっと読んでたら面白くないですよね。ハローだよ、始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、そうです、鉄壁ですね、この本を紹介したいと思うんですが、まあ様々な YouTuber の人たちもですね、紹介しているんですが、著者本人、ね、が使い方を、話してくれたっていうのは、まあこのチャンネルしかないと思いますので、鉄力会ですから、謎の組織みたいな形で思われている人も結構多いと思うんですが、基本的に、取材は NG なんですよ。だから、三木先生の動画に出るっていうことはできないということだったんですが、インタビューには答えてくれましたので、そのインタビューの内容を話していきたいかなと思います。まあ僕自身もね、東大英語担当してたり、東大特進やってたりするので、まあライバルなんじゃないか、敵なんじゃないかって言って、出版社の人がですね、合わせていいのかどうなのかって心配してたんですけど、まあ別に本人たち同士は別になんとも何もありませんので、しがらみとかですね、で会ってきて喋りました。まずですね、これどういうふうに作るきっかけになったのかっていうんですけど、もともとはですね、この三木先生が作ってたプリントだったんですよ。いろいろ面談とかするらしいんですけど、そこで気がついたのはですね、生徒たちがあまりに単語を覚えていないぞっていうことだったそうです。で、まあ様々な単語帳あるじゃないですか。まあ即単でもデュオでもターゲットでも何でもいいんですけど、それらをですね、やっぱ何周したとか面談すると言うらしいんですよ。何周しました。で、テストしてみるんですよ。で、やってみると全然覚えてない。あ、こんなに覚えてないんだっていうふうにびっくりしたそうです。3割ぐらいですね。だから単語帳を5周しましたとか何周しましたっていうのに、覚えてるのが3割程度しかないと。で、これではいけないっていうふうに、思ったわけですね。で、授業の時にプリントを作って毎回配っていたということです。それが今の鉄壁の元となるものなんですけども、そこには、様々な工夫がされていて、そうです、覚えられるように。鉄壁の最大の特徴は覚えることができる単語帳であるって。この単語帳の魅力っていうのは一体何なのかって聞いたんですが、まあそうですね、一般の受験生とかにも聞いてみると、やはりこの絵っていうのがですね、記憶に残りやすいって言ってるんですが、でこの絵ですね、工夫がされてるんですよ、すごく。で、三木先生本人が書いてるものなんですよ。工夫の仕方が、面白いですね。その工夫をちょっとですね、具体的に見ていきたいと思いますね。例えばですね、48ページとか49ページに載ってるイラストなんですけども、このですね、rotate っていうですね、もう字入ってますね。字と絵が合体してるんですよ。rotate ってこういう風に回転の中に入ってる。で、twist ですね。このひねる中に、この絵と字が一緒に書いてありますよね。melt とか溶けてってますね。この leak ってこの水がこう漏れていながらさらに leak という風に書いてある。このスペルも一緒に覚えながらイメージも覚えられる。このイメージ化っていうのを非常に重視したと言っていました。さらに意外な工夫なんですけども、あれ？これなんだろうって思わせる工夫もしてるって言ってますね。うますぎないっていうのも実は工夫になってると言ってました。具体的にどういうことかっていうと、そうですね、この15ページに載っているフルーツの絵がありますね。フルーツの絵があって、これ何ってなりますね、これ。何なのこれ。この絵は一体何を表してるのって思いますね。そうです。こういうふうに、何これっていう食いつきですね。っていうのを、出していくそうですね。で、これを例文読むとね、ちゃんとわかるんですよ。I like fruit in general.一般的にこのフルーツっていうのが、まあ、一般的には好きなんだけども And mangoes in particular 特に mangoes であるってことから、あ、これマンゴーだったのねっていうふうに分かるわけなんですよ、ね、こういった、工夫がなされていると。他にもですね、144ページのこの reflect なんていうのは、ね、絵を見れば分かるんですが、この reflect で反射するっていうのですね、と何かを考える、じっくり考える reflect on のやつですけど、それが両方この絵の中に入ってますね。反射してるのと考えてるのが頭の中に入っている。こういう風に覚えられるように作られているわけですね。145ページのこの Art Sucks とかっていうので、Art っていうのでなんだこの変な靴下はっていう風に思うし、3つですかね、奇数になっていて、さらにはこの Sucks っていうのは2つでセットなわけですけど、こんな半端な数になってますよね。だから半端なと奇数っていうのもつながるわけです。まあ、そうですね、 2足揃ってないといけないですし、覚える工夫が随所にされているわけです。フック
ていうんですけど、食いつくところっていうのを用意したっていうのが、この単語帳の特徴で、で一人一人食いつくところっていうのは違うじゃないですか。でこの単語帳やっぱりね、情報量が多いっていろいろ言われるじゃないですか。いっぱい長く書いてあるって言われるんですけども、これはやっぱり一人一人食いつくところが違うので、その食いつきを出すようにさまざまな要素を入れたんだと言っていました。そうですね、このね、コロケーションズ使い方ね、この5と5の相性ってやつですけど、そこに食いつく人もいるわけですよ。他にも語源とかですね、語源が好きな人ってやっぱりいるじゃないですか、まあ、自分も語源マニアですけど、なので、語源の要素を入れたりだとか、でそしてさっきの絵だったりっていうのが入れていて、なるべく食いつく、だ小説と同じだって言ってますね。間延びしてずっと読んでたら面白くないですよね、だから要所要所に、あれこれ何なんだろうとかですね、こう興味を沸かせるようなものを入れたんだっていうふうに言っていました。具体的にどうやって使っていけばいいのかっていうのを話すんですが、これですね、最初からやるっていうのが大事です。最初から、ずっと読んでいくっていうね。でなんでなんだって言ったらですね、これ読み物になってるって言ってました。これは小説と同じなんだって言ってますね。小説と同じように前から読んでいくと後ろに出ていることが分かるようにできてるんだって言っていました。例文中にも前に出てきた単語とかっていうのが、ね、入っているので、そういうのを意識してほしいっていうことでした。もちろん単語ですから覚えなきゃいけないんですけど、覚えるきっかけとなるように、この単語あなんか面白いなとかですね、食いつくように作られている。とにかく飽きさせないっていうことを、重視しているので、単語帳ってつまんないじゃないですか。やっぱ単調なものが多いわけですよ。で単調でこうただただ覚えるのではなく、刺激があるように作られているそうです。なんで、簡単なものが最初にずらっと並んでて、後ろに難しいものが来るって単語帳も結構あるじゃないですか。そうではなく、最初の方からちょっとあれこれ難しいなとかですね、刺激になるようなものも含まれている、ね、そういった風に単語のばらつきを考えたって言ってました。じゃあ進め方はどうすればいいのかですね。東大っていう風に頭についてるんですけど、まあまあまあ出版社的にもね、東大って頭についてた方が、売れやすいですし、まあ実際東大合格者もたくさん使っていますんでついてるんですが、一般のですね受験生たちはまずは20章ぐらいまでは読んでほしい。20章ぐらいまでいけば、大体の、長文は読めるようにできてるという風に、言っていましたね。そうです。この長文もね読めるようにするっていう工夫がなされていて、例文もまあ短いものとかフレーズで覚えようっていうの結構あると思うんですけど、それだけじゃなくてきちんと読む力もつかなきゃいけないので、ちょっと長めにしてる、ね、例文もあるっていう風に言っていましたね。まず高2から始めてほしいって言ってました。やっぱね、高3の夏とかからやる人って結構いるじゃないですか。前に別の単語帳を使ってたとか、シスタンとか、速単とか使ってて、それから北京乗り換えるって言うんですけど、結構やっぱね時間がかかるって言ってました。それだと遅くなっちゃう、まあ、読み物なので最初からやってほしいので、この効率よくこう覚えることだけやりたいっていう人には向かないという風に言ってましたね。だからなるべく高2の時から始めてほしいっていう風に言ってました。小説を読んでるような感じで初めからじっくりゆっくりやってほしいっていう風に言ってました。で1週まずしますよね。で本として1週します。でその後は2週目だ3週目だっていうのではなく、なるべく後ろの作品ですね、これを最大限活用してほしいと。まあ勉強しててもいいし、授業受けててもいいですけど、ここで何かしら単語に出会ったってしますよね。そしたらこの作品を見て、であそういえば習ったなって思って、でここそこに戻って、読んでみるとかっていう風に、やっていくのが、効果的だって言ってました。まあ実際に自分自身の授業でもね、僕は授業でこれ重要だよとか言ったらですね、この鉄壁でこの作品を引いて、でそこで戻ってそこの部分を読むとかっていう風にやっている人が多いです。授業中もですね。だから鉄壁は読飲み物であるっていうのを忘れないでください。なんかカレーは飲み物みたいな感じです。読んでですね、作品を最大限に利用して、覚えていくっていうのをやってもらえればいいんじゃないかなと思います。東大を受ける人はやっぱ使い方の部分っていうのが結構意識されているので、その使い方ですね、その単語をどうやって使えばいいとか、英作文に使えるように読んでいってほしいってことです。で、他大学を受ける人ですね、まあ国立大学を受ける人っていうんだったらまあいいかなと、同じように読んでいってきちんと知識を蓄えていって使えるようにもするっていうのがいいかなと思いました。まあ私立だとちょっとやっぱりですね、たくさんのことをいっぱい覚えたいっていう人にはちょこっと向かないかなっていうのはあるとは言ってましたね。そうだからやっぱ時間がないで一気に覚えたいっていう人には向かないって言ってました。時間がある人は2年生とかだったらぜひぜひ使ってほしいということでした。
中学の基礎単語とかは入っていませんので、そこができてるっていうのが大前提になってますので、それができてる状況で読んでいってもらえればいいっていうふうに言っていました。覚え方を身につけるための本であるっていうふうに言ってたんで、ね、あ、こうやって記憶すればいいんだ、こうやって勉強していけば覚えられるんだっていうのを体感できるように作られてると言ってたので、だからそういった意味でも最初から読んで、身についていくっていうのを体感してほしいと言ってましたね。別売りで CD があるんですよ。で、この CD はどういう風にやっていったりとか、まあやっぱり音声っていうのは大事だと思うので、特に発音記号とかわからないとか読めないって人は、ぜひ活用してほしいと。で、さらにはディクテーションをやってほしいという風に言っていましたね。やっぱり、リスニングができるようになるためには、まずこのディクテーションができなきゃいけないと言っていたので、やって、あとは声に出して、きちんと覚えてほしいと言っていました。そういった形で進めていくんですが、もちろんそうですね、やっぱ忘れてしまうので、だから、小テストっていうのが、入っているって言っていましたね。結構使っている人の中にはこうですね、バラすってですね、潔癖をバラしとかいう単語もあるらしいですけど、ここからここまで結構太いので、でこう切り離して、それで持ってくるっていう人もいます。で、鉄力会ではテストがあるので、毎回ですね、高1で一周、高2でも一周、高3でも一周するって言ってましたけども、テスト範囲が決まっててそれでやるって言ってました。で、高1の場合だけ授業内で単語帳に関することも触れると言ってましたね。知識を新たに加えることもやる。高2、高3はそこは、ね、特に授業では触れないと言ってました。今回はですね、鉄壁の著者三木先生に、この鉄壁の作られた目的と、鉄壁をどういうふうに使っていったらいいのかっていうのを聞きました。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.